皆さんこんにちはこれから IPU 環太平洋大学土日前説明会を行います皆さん今日はしっかり説明を聞いて留学に向けての準備をしましょうえまず岡山県について説明をします岡山県は日本の西にある県です岡山県には有名な観光地として岡山城後楽園日本の古い町をイメージした美観地区がありますまた 岡山市の中心である岡山駅周辺には中国地方最大のデパートのイオンモールなどさまざまな店舗が集まっており買い物で不便になることはありませんまた岡山県は台風地震津波などの災害が他県に比べて少なく1年間で晴れの日が多いことから晴れの国と呼ばれています岡山県の月ごとの気温の例を紹介します日本には春、夏、秋、冬の 四季があり冬は最低ゼロ度から三度ほどになり夏は日中三十度以上になることが多いですしかし夏は年々最高気温が上昇しており熱中症に注意しなければなりませんなので日本に来る際は冬に備えて暖かい服夏に備えて薄手の服を持ってきた方がいいです次に IPU について紹介します IPU は2007年に開港されました 現在は147名の教員学生総数が約4000人ですまたベトナム中国韓国タイニュージーランドなどの国からの留学生が303名在籍しており国際的な大学となっています IPU の建物は日本の有名建築家によってデザインされており近代的な設備が充実しており学生たちが学習運動しやすい環境が整えられています IPU は留学生への就職支援が充実しています。これまでの8年間において、留学生の日本企業への就職率100%を保っています。その中で、大学の職員や世界有名企業へ就職した学生も少なくありません。就職せずに国立大学へ進学する学生もいます。それでは続いて、IPU グローバルスタディセンターと今後目指していく 学部の入学試験の説明を行います。IPU Global Study Center は、ここでは IPU 別科と言います。IPU 別科は、学部入試に向けて基礎から日本語が学べる即習コースです。それでは、別科でのスケジュールについて説明します。入学後初級レベル、つまり、 JLPT N4 から N5 レベルの日本語を学習します。約4ヶ月後、全員 J テストを受験します。DE レベル350点が経営学部の出願条件なので、必ずここで350点以上取る必要があります。その1ヶ月後、出願条件をクリアした学生には、学部の入学試験を行い、 合格した学生は入学が決まります。以上が別科の簡単なスケジュールです。それでは入学試験及びそれに関連した試験について説明します。まず J テストは文法、漢字、読解、記述、聴解の5つの分野から構成された試験でこの DE レベルを受験します。 詳しくはホームページを見てください。次の入学試験は日本語の読解、作文、面接です。J テストも入学試験もどちらも2回チャンスがありますが、不合格の場合、もう半年間別科で勉強するか帰国するかのどちらかを選ぶことになります。もう時間がないのでこれから頑張りましょう。授業の中で使う教科書はみんなの日本語です。 漢字の教科書もあります。教科書は日本で買いますので、教科書を買うのにかかるお金は後から伝えます。日本のルールでは、入国前に180時間日本語を学習することが求められています。国で日本語を熱心に勉強してこなかった学生は、別科の授業のスピードにすぐについていけなくなります。ですから、半年で経営学部の入学試験に合格したい人は、日本に来る前に、 しっかり日本語の基礎を学んできてください。皆さんが日本に来たらすぐに4つのプレイスメントテストをします。1つ目がひらがなとカタカナを書くテスト。2つ目がみんなの日本語1の25かまでの言葉と文法のテスト。3つ目が漢字テスト。4つ目が J テストです。これらのテストの結果により、皆さんを2つ、もしくは3つのクラスに分けます。 下のレベルのクラスでは、みんなの日本語と漢字を勉強します。上のレベルのクラスでは、みんなの日本語と漢字に加えて、読解作文や会話など、4技能を高める授業があり、より多くのことが学べます。ですから、上のクラスを目指して、今からしっかり勉強しましょう。では、プレイスメントテストでいい点数を取るために、どんな勉強をしておけばよいでしょうか。まず、日本に来る前に、ひらがな、 カタカナがすべて読み書きできるように練習してください。文字を書く練習をするときに注意することは書き順を守って書くことです。そうすればバランスがよく綺麗で読みやすい文字が書けるようになります。綺麗な文字をよく見て真似して繰り返し書く練習をしましょう。ベッカではみんなの日本語の教科書1と2を3ヶ月で終えるスピードで勉強します。1日に1課 もしくは2課勉強することになるのでとても早いですですから別科の授業についていくためには少なくとも国で25課まで勉強する必要がありますその際に言葉や文法を覚えるのはもちろんですが懲戒の練習もしてください日本では日本語を使って日本語を勉強しますから日本語が聞き取れなければ授業で先生が何を言っているのか分かりませんみんなの日本語の本には CD がついていますから それを毎日朝から晩まで聞き流してください。CD がない場合は日本語の歌、日本のアニメでもいいです。今日から毎日日本語を聞きましょう。日本では街の表記など様々なところで漢字が使われています。ですから日本に来る前に200の漢字が読み書きできれば日本での生活も勉強も楽になるでしょう。別科で使用する漢字の教科書は海外では手に入りにくいので 国で勉強するときは、他の漢字の教科書を使用しても構いません。一つでも多くの漢字が読み書きできるように、今から勉強しましょう。つまり、皆さんは日本に来るまでに、日本語を180時間以上勉強してください。ひらがな、カタカナ、みんなの日本語初級1、漢字を200字勉強してきてください。続いて、ベッカのルールについて説明します。皆さんはベッカに在籍している間、 出席率を90%以上に保つ必要があります出席率が90%を下回ると経営学部の入学試験に合格することが難しくなります大学の奨学金も取り消されるので注意してくださいそして病気などの理由で授業を休むときは必ず事前に先生に連絡してください宿題は提出期限を守ってください友達の宿題や 答えをコびしないで自分でしてください。試験の時はカウニングをしてはいけません。こちらは IPU の学生寮です。学生寮は24時間管理人がいるほかオートロック式なので安全です。女子寮は IPU の第2キャンパスの中にあります。男子寮は第1キャンパスの近くにあります。寮から IPU まで毎日無料のシャトルバスが走っていますので 通学に便利です留学生の部屋は2人部屋で部屋の中には2段ベッドそして勉強机や椅子がありますここで2人の学生が共同生活をしますすべての部屋にキッチントイレバスルームエアコン冷蔵庫洗濯機があります是非きれいに使ってください別科で勉強している間はアルバイトをしてはいけません本部に進学できたら 学期中は1週間間に28時以上の制限の上限までアルバイトをしたとしても授業料全額自分一人で賄うことはできませんですから両親と相談して十分な留学資金を準備してもらいましょう岡山に来たらまず外国人登録と国民健康保険の手続きをします 手続きをすれば皆さんは日本人と同じように3割の自己負担で病院で治療を受けられるようになりますただし保険料を滞納した場合はその権利が喪失してしまいますしビザの要項期限の更新ができなくなりますので注意しましょうそして IPU の学生には国民健康保険のほかに2種類の保険があります別科には子供保険がありますこれは 不意に他人に被害を与えてしまった場合に使う保険です。本家には子供保険と学生総合保険があります。学生総合保険は大学の敷地内または通学中の病気、怪我をした時に使う保険です。コロナウイルスに感染した場合は検査料以外の治療費用は日本政府が負担してくれます。先ほど紹介した別科で使う教科書などは 全部で約2万円かかります皆さんは日本に来てから教科書を買うので海外で買ったものは日本に持ってこないでください特に海賊版の持ち込みは違法です日本に来る時に手荷物のカバンに入れて持ってきてほしいものはパスポート入学通知書大学の寮の住所が書かれたメモマスク9,000ドル以下の現金と学生名義のクレジットカードです 以上の書類は空港で必要なので、すぐに出せるように準備しておいてください。毎年空港や電車、バスの中に、カバンやパスポートなどの貴重品を忘れる学生がいます。忘れ物をしないように気をつけましょう。預かり荷物に入れて持ってきて欲しいものは、スーツ、革靴、時計、コンセントの変換アダプター、そして勉強用の PC、iPad、携帯電話のいずれかを持ってきてください。 日本の食べ物が口に合わない心配がある人は少し食べ物を持ってきても良いですが税関で禁止されているものがあるので調べてから荷物を準備しましょうスーツは右の写真のようなものを準備してください色は紺色でもいいですが黒がベストです女性のスカートは膝より長めのものを買ってください短いものは使いませんそして襟がある白シャツ デザインがシンプルな黒い靴、青色系のネクタイを準備しておいてください。スーツは入学試験の時に必要なので、日本で買う時間はありません。必ず国で買って持ってきてください。日本に持ち込み禁止とされているものは、全ての肉製品、植物、果物、生野菜類、そしてブランド品の偽物、海賊版の印刷物などです。 他にもたくさんありますので、詳しくは日本大使館のホームページをご参考ください。気候が異なるため、留学生は日本に来て水疱瘡になる人が毎年現れています。水疱瘡になる人は隔離対象となりますので、勉強ができなくなります。日本に来る前に水疱瘡の予防注射をしておいてください。皆さんの来日後のサポートについて説明します。 まず IPU の教職員が空港まで皆さんを迎えに行きますその後 IPU までバスで移動し各種手続きを終えた後男子寮女子寮に入寮してもらいます次の日からオリエンテーションが始まりプレイスメントテストや銀行口座開設生活に必要なものを買う買い物ツアーなどを行います次に在留カードについて説明します在留カードとは皆さんが日本の許可を得て 留学生として日本に住んでいることを証明する身分証明書ですこれはパスポートと同じくらい大切なものですので絶対になくしてはいけませんまた在留カードの裏面にある資格外活動許可は留学生が暇な時間を利用してアルバイトをすることが認められている証明です最後に今年度の学部試験をお知らせします2020年10月に ベッカの授業がスタートします。2021年1月と2月で J テストを受けます。2月と3月に入学試験があります。合格できれば2021年4月に現代経営学科に入学します。しかし不合格になればもう一度ベッカで勉強するか帰国することになります。合格できるように頑張りましょう。 最後に皆さんはコロナを心配していると思いますが、ここで IPU のコロナ対策について説明します。IPU は別科のすべての授業をオンラインで受講できるように調整しました。そして皆さんが日本に来た後の健康管理や対面授業への準備も整っています。日本に来た後の隔離期間は IPU の職員たちが買い物を代行しますので安心して来日してください。最後ですが、これから皆さんへの連絡は Facebook を通して行いますので、学生の皆さんは IPU GSCFacebook グループに入ってください。以上で IPU 環太平洋大学土日前説明会を終了いたします。